実験大好き MNL です。今回の話題は2月の19日発売 QEX JAPAN 50号、こちらの雑誌の方をね簡単にご紹介させていただきます。書店で見られるこの CQ 誌の姉妹誌になります。技術に特化した内容になっております。まあ、ちょっと出版社にね怒られない程度にね詳しくご説明できればと思っております。ぜひともね購入時の参考にしていただければと思います。QEX JAPAN 50号、こちらの方が見出しになります。まあ、一番個人的に気になっておりますのはねこちらの方 JP3 の WVZ 局なんですけど、私も以前ね愛媛の松山におった時にね 1.8 メガの SSB で QS をさせていただいたことがあります。大型のアンテナお持ちの局長さんです。むちゃむちゃ電波が強くてね、あの時にはね非常に驚いたような感じでした。で、あと気になってるのがねやっぱりナノ VNA、 こちらの方の活用方法で、あとこちらの方のねバラン関係もちょっと気になっとんですよ。で、今更ながらねこちらの方の CW フィルターで、あと私の方の、ね、記事になるんですけどね、まあ、こちらの方もねちょっと掲載させていただいております。こちらの方のね中波のコイルで、あと測定器を構成するような形でね、一応ねいろんな記事があるんですけどね、まあ、この辺をね、まあ、ざっくりとねご説明させていただければと思います。各記事ギリギリ紹介、まあ、こっから向こうがねちょっとギリギリで申し訳ございません。まあ、私はねちょっとこちらの方の記事が気になっております。まあ、実際ね私この方とね実際 QS をしたことあるんですけどね、多分こちらの方のアンテナはね以前お聞きした時にはね冬場しか上げれないと、夏場の畑を使っているシーズンにはね撤去して冬場だけしか運用しないんですってお話を聞いてたんですけどね、素晴らしいシステムをお持ちです。こちらの方のね、まあ、1.8 メガですね、まあ、こっちとね並行しまして気になりましたがね、名古屋にありますねよさみ送信所、長波のね送信所になります。まあ、今は記念館ということで使われてないんですけどね、実際ホームページこのように立ち上げられております。その当時はね 17.4kHz、まあ、超波ですね、中波ではないんですよ、超波ですけどね 200kW を出しましてね、ヨーロッパとの通信にねもっぱら使えてたと。まあ、その後はね超波ということでね潜水艦のね通信にも使えてたという実績のある送信設備になります。ご関心のある方お時間の時にはねぜひともお立ち寄りいただければと思います。まあ、早速なんですけどね、まあ、余談が続いて申し訳ないです。電波特性の実験を抑えたような形になっております。本誌見ていただいても分かると思うんですけどね、実際に素晴らしいアンテナをお持ちです。まあ、各種のデータと紐付けながらね、まあ、実際にどうやって電波が届くんだろうということで、こちらの方もね同じくヨーロッパを中心にね電波特性をチェックされたような形になっております。こちらの方の記事を見ますとね 1.8 メガをね運用したいなっていう方も増えるんじゃないかなと思います。まあ、ぜひともね電波を出す前にまたは電波を出したことがあってもねなんで飛ぶんだろうということで気になっている方おられましたらね、ぜひともこちらの方の記事参考にしていただければと思います。ナノ VNA なんですよ。こちらの方もね私の方のね YouTube でもやったことはあるんですよ。ただこちらの方はね結構詳しく理屈から攻められております。この辺がねやっぱり書籍の強みっていうんですか、なかなかね動画にしちゃいますとねそういう詳しいことをするとねあんまり見てもらえない傾向があるんで、ちょっと私もねそこまではしてないんですけどね、ぜひともこちらの方はね結構詳しい使い方詳しい理屈が記載されております。具体的にねいろんなものを測定されております。ナノ VNA のね使い方にね疑問をお持ちの方おられましたらね、ぜひともこちらの方のね情報を見ていただければと思います。ちょっとね古臭い記事って言うたらめっちゃ怒られるかもしれないんですけどね、気になったのがこちらなんですよ。圧電音差、音差って知ってる方、昔でしたらあの U の字型っていうんですかね、あれですよ、あれをね圧電素子で作ったものがありましてね、この商品自身は私も知ってたんですよ。これを CW フィルターで使うっていうネタがありました。もう今更ねこれを集めようとなりますとねなかなか集めることができないんじゃないかなと思うんですよ。以前でしたらジャンクとかにねよくくっついてた覚えがあってね、私も何個かは持ってはいたんですけどね、今更探すとなるとは大変だと思います。まあそれでもねこういう音差のやり方で、あとはね私の方の動画の方でもご紹介しましたけどね、まあ AF 段のやり方っていうのもあります。今更と思うとこもありはするんですけどね、こちらの方の音差上手に探せばまだ出てくると思います。まあぜひともね関心ある方この記事見ていただければね、どっかに落ちてないかなとね探したくなるような気持ちが出てくると思います。まあこちらの方がね私の記事になるんですけどね、まあ、最近カーボン製の釣り竿ってね取り扱ってる YouTube チャンネルが減ってしまってるんでね、これはあかんということでねちょっと記事の方書かさせていただいております。まあこちらの方のね基本的な趣旨っていうのはもうカーボン製の釣り竿しかもう手に入らないと、
グラスファイバー製はね、ものすごくね、高価になって手に入らないということでね、絶対カーボン製がね、今後主力になるっていうことをね、中心にね、まあどうやって使っていけば、カーボン製のツイザーのね、問題点が克服できるのかっていうのをね、まとめさせていただいております。まあ実際にね、やっぱりカーボン製のツイザーを飛ぶ飛ばない問題っていうのは、過去に YouTube でもね、いろいろとあったと思うんですけどね、やはり実際に電波を出すことも重要だと思うんですけどね、まあその中でやっぱりある程度数値化しながらやっていかないといけないだろうということでね、カーボン製のツイザーにね、電波を乗せる方法を何種類か試しております。やり方を歩みますとね、発熱する問題もあります。まあぜひともね、こういう実験するときにはこういう測定器が必要でしょうということでね、アンテナのロスっていうのは熱に変わる要素が結構あると思います。サーマルカメラっていうのをね、このような形で2種類過去にも紹介させていただいております。まあぜひともね、ちょっと安い商品でもないこともないんですけどね、やはりロスを語る上ではね、こういうサーマルカメラ、こういうものを使いながらね、アンテナ、チューナー、コイル攻めていただければね、かなりの数値化私はできるんじゃないかなと思っております。あとはこちらの方ですよね。実際のね、記事よりも気になりましたがね、こちらの方なんですよ。みずほ通信研究所。以前もね、私の方のね、YouTube チャンネルでもご紹介しましたけどね、まあ、みずほ通信さんのね、一部商品を引き継がれてるね、方々のね、執筆されたような記事になっております。まあ、実際ね、こういうコイルってね、地味なようなんですけどね、やはりないとね、困るもんだと思います。性能を高めてる上で、この Q ですよね。これの測定しながらね、特性がどう変わっていってるのかっていうのをね、記事にまとめられております。ネット上ではね、こういう情報ってほとんどもないと思います。かなりニッチだと思うんですけどね、ぜひともコイルを攻めてみたい方っていうのはね、この記事読んでいただければね、結構参考になると思います。あとはね、やっぱりこの測定器を構成するとこっていうんですか、もうこれはね、ちょっと永遠のテーマだと思うんですよ。まあ実際ね、この測定器の構成ってね、意外とやってみますとね、基本お金もかかります。ただまあまあお金をかかる前にね、これをもとにね、実際に他のね、無線機とかの構成もやっていくことができると思うんでね、まあぜひともこういう構成っていうものの知識と考え方、あまりね、こういうものってハマりすぎますとね、壊しちゃう可能性があるんでね、気をつけてほしいっていうことはね、この中にも書かれてはいるんですけどね、やはり構成することっていうのは重要だと思います。ただなかなかアマチュアですとね、この構成となる元気ですよね、これをどう手に入れるのか、またはその測定器自身をね、実際に構成に出した方のがいいのかっていう問題があるとは思うんですけどね、まあぜひともね、この辺構成するための知識、そういうの応用事例っていうのがありますからね、この記事をね、読んでいただければ結構私はね、参考になるんじゃないかなと思っております。まとめの方をさせていただきます。 QX ジャパン、最近ね、こちらのね、 CQ ハムレディオよりもね、書店で売ってる確率が低いっていうんですか、まあ、なかなかね、手に入らない傾向も合うと思います。まあぜひともね、こちらの方書店にない場合はね、通信販売が可能です。 Amazon さんの方でもね、販売されておりますからね、そちらのリンク先、私の方の概要欄にね、貼り付けておきます。まあ、ぜひともね、こういう雑誌、ターゲット層がね、非常に絞られた雑誌っていうんですか、普通の方がね、こういうね、書籍ガンガン買う時代でもないと思うんでね、まあぜひともその辺もね、ご理解いただきながら、まあこちらの方のね、雑誌ぜひともね、ご購入いただければと思います。まあ意外とね、この QX ジャパンっていうのはね、技術に特化しております。 CQ ハムレディオ本体よりはね、かなり技術的な内容が多いんでね、読み応えはあると思います。この辺もね、ぜひともご評価いただきながらね、読んでいただければと思います。まあ今回はね、以前紹介しましたね、弁慶さんのね、ウェーブカメラを使いながらね、この雑誌の方を紹介させていただきました。最初の方のね、私の顔もね、弁慶さんのこのカメラで撮影いたしました。まあちょっとね、今回時間の都合でね、こういう簡素な設備でね、動画の方を撮影させていただいております。こういうね、カメラ使ったらね、意外とね、こういう書籍をね、記録を残したりね、こういう手も写すことができます。まあちょっとね、こういう使い方、今後どうしていったらいいかなっていうのはね、日々私も思ってはいるんですけどね、まあぜひともね、こういう使い方がありますということでね、ご参考にしていただければと思っております。おそらでお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。